皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。見てください、今日はこちら素敵なカフェで演奏したいと思います。こちらはですね、那須町にあります GT カフェというね、素敵なお店なんです。もうこちらね、クラシックカー、オートカー、まあ、いろんなね、いろんな車好きな方が集まるカフェとして有名なんですけれども、なんといってもこちら見てください、ファイヤーキングのこのカップでいただくこのコーヒー、 GT ブレンドコーヒーがね、とっても美味しいです。そしてですね、こちらではですね、音楽イベントもやっていて、実は松かなこちらでライブをさせていただいたことがあります。そうなんです。そしてね、こちら11月の3日ですね、4日です。11月の4日にこちら立花さんと、あと地元のユニさんという方がですね、女性2人で、今ですね、松かなも今交渉していて、松本かな子も一緒にジョインしちゃえばいいじゃんということでね、マスターもすごいです。今日はね、ちょっと顔出し NG ということで恥ずかしがりなんですけど、今隣でね聞いてくださっているんですけれども、11月4日にこちらの美味しいコーヒーを飲めて、音楽も聴けるイベントがありますので、ぜひぜひチェックしてください。はい、で今日はですね、何の曲歌おうかなっていろいろね曲を選んでいて、やっぱ車の曲がいいよねということで、車のパーツも出てくる曲です。じゃが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 じゃん、1978年の5月1日にリリースされました山口百恵さん22枚目のシングル、プレイバックパート2にチャレンジしてみたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。あ、もうギャラリーの皆さんありがとうございます。はい、こちらの曲はなんと作詞が亜希陽子さん、そして作曲が宇崎竜童さんというね、今夫婦でね2人でやって、私知らなかったんです。もうこれ有名だよってね、前に教えていただいて。そうなんです ね赤い衝撃以来となる50万枚のセールスを記録ということで、第20回の日本レコード大賞金賞、そして第9回日本歌謡大賞放送音楽賞受賞ということで、このね素敵な曲に松かな GT カフェからお届けしたいと思います。聴いてください、プレイバックパーツ。緑の中を走り抜けてく真っ赤なポルシェ、一人旅なの私、気ままにハンドル切るの、交差点では隣の車がミラーをこすったと、怒っているから私ついつい大声になる、バカにしないでよ、そっちの採用ちょっと待って、プレイバックプレイバック、今の言葉プレイバックプレイバック、バカにしないでよ、そっちの採用、これは昨夜の私のセリフ、気分次第で抱くだけ抱いて、女はいつも待ってるなんて、ぼや一体何を教わってきたの、私だって私だって疲れるわ。ありがとうございます。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。いや、今日は久しぶりにハマっちゃいましたね。今日はギャラリーも増えてドキドキした中で真っ赤なポルシェ歌わせていただきました。なんとこちら GT のオーナーとね、今回今日ねプロデューサーも途中からね参加していただいた平山さん、こういつもねあとこの UI の森で毎年、いつでしたっけ、5月にね行われている石のステージでのイベントのプロデューサーも今日来てくださっているんですけれども、なんと3月7日同じ誕生日、そして百恵ちゃんが3月6日ということでね、やっぱいろんなご縁がつながっております。ぜひね11月4日もう一回宣伝しちゃいますね、こちらで GT カフェでイベントがございますので、立花さん YouTube もやってるということで、栃木市出身の
りっかさん、私も YouTube チャンネル登録させていただきました。そしてユニさんですね、秋葉ユニさん、18時から6時からやりますので、ぜひぜひ、お越しいただければと思います。概要欄の方にね、詳細載せたいと思いますので、ぜひ、検索してみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。明日もマツカナチャンネルでお待ちしています。 GT カフェありがとうございます。